強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。行くぞ。難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。ありがとう、エレンには助けられてばっかりだ。そんなことねえよ、アルミ。俺だってお前を頼りにしてるんだよ。っ、救援要請だ。片付け。ありがとう、助かったわ。ダウン。ジマス。いやー。こっちを手伝ってくれ。当たってる。よし、次だ。すまねえな、助かった。気を抜くな、まだ危機は出してないぞ。行く。なんだ、厄介そうなのがいるな。
かすだけ。いやよっ、俺一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。いや、あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。何か提案がある。意見があれば。よっ、ありがとね。君か。せえな、エルヴィンの野郎ども待たせやがって。向かいの憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。
姉ちゃんも今日はよく喋りますね。バカ言え。俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろうな、結果は誰にもわからんと。団長、お前ら。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏、目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機、目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。奴は何をしてくるかわからねえからな、ちゃんと見張っておけ。目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104期って。その女型の巨人と思わしき女性の名は、兄レオンハート。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ボールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから、兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。ったく傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミ。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には
傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい。これ以上聞いてられない。雲をもう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。巨人がこんな内地に。ありえませんわ。
肉を振りほどきやがった。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙って奴を疲弊させるんだ。女型の巨人を逃がした。絶対にここから外へは行かせん。よっ、兄の体力を奪えなかった。注意して戦おう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。なあ兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。
これを縛って地下に運ぶ。そっちを押さえろ。君も手が空いてるなら当てつかる。頭あそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人に日光を当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたんだ。後で被害額を請求する。
ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を殺せ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。わかった、死んでもらおう。く、み、さま。嘘嘘、冗談。ねえ、ニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。